はい、メダカ族ドエス、こんにちは。いつもご視聴誠にありがとうございます。4代目メダカ男子後編、お話の方続きです。質問なんですけど、オークションで失敗したこと、はい、前編でいろいろ伺ったんですけど、はい、他にもありますか？あとは卵を買って、はい、全て卵、全て卵死んでました。死んでた卵が全てカビだらけになってました。じゃあそれは卵じゃなくてカビを送って来られたんじゃないですか？そうですね。じゃあカビを落札したということ、はい、カビを、カビって書いてありませんでした、落札あのオークションには なかったですか。カビを3000円ぐらいで買いましたね。カビのカビ付き卵を3000円ぐらいで、3000円だったんですか？まあ、でもカビが付いてた分お得じゃないですか？そうですねちょっと失敗ですよそれ、はい、そうか、残念だな。でも悲しいですね、はい、カビ付きって書いてなかったのにね、はい、書いてあったら入札はと、はい、入札はやってないですね。考えてないですかね？はい、考えてない。カビ付きって書いてあった。カビ付きはちょっと入札はしてないですね、はい、ですね。まあ大体一般的にそうなんですけどね。ブルーチーズぐらいかなっていう書いてなかったですか？なかったです。ゴルゴンゾーラなかったですか？はい、じゃあそれはあれですね、失敗ですね。失敗というかカビがすごかったですか？すごかったですね。じゃあもともとメチレンブルーとかは入ってたんですけど、うん、意味ないですね。意味ないですね。それあれじゃないですかね、水彩絵の具のブルーを、ブルー入れたんじゃないですか？スカイブルーとか違います？違います。書いてなかったですか？はい、そうかそうか、それはちょっと、はい、うん、3000円はちょっと高いですね、はい、何買ったかは忘れたんですけど、もう忘れたかったんです、忘れたくなったんですね、はい、買った時、唯一買った卵がそれでしたね。それ奥さんとかは知らないですか？買ったっては言ったんですけど、うん、死んでたっていうのは言ってないですね。もうそれはいつもう いんですかね、言わなくて。私が代わりに言いましょうか時効ですって。時効ですか？時効なんですかね、はい、時効です。本当に3000円って言ったらね、結構あれですよ、特上の寿司がこの辺りでは食べれますからね、うん、2400円で食べれるんでね、特上が、うん、カウンターで、カウンターで、ちょっと残念だな、はい、そう考えると3000円ってでかいですね。でかいですね。あとは、あとは良かった面もありましたね。いい当たりの目だ。当たりもあったやっぱり、はい、何がありました？僕あのさっき琥珀ラーメンのヒレナガはヤフオクで落としたんですけど、あれ良かったですね。何が良かった？いや、綺麗で普通にそんなに悪い目だからじゃなくて、うん、あのサービスもしてもらってたんで、あ、そうですか、良、はい、かったですね、はい、じゃあまあそういうね、はい、当たりもあるので、はい、まあ、そうですね、一概に全部が悪いじゃないですね。そうですね、まあいいことばかりはないです、ないんですけど、いいこともあると、はい、たまにはね、はい、いいこともないと。そうですね。最近は買われてないですか？オークション、オークションはもうやってないですね。やってないんですか？なんで？いや、もう見て買った方が、あの失敗とかも含めて全部やっぱ見てやった方がお金的にも、オークション見てないですか？もう最近は見ては見るんですけど、欲しくなん、なん、いや、もう欲しくなったらもう現物をあの見に行ってみたいな。あ、そうなんですか、はい、欲しくなったらとりあえずメダカ屋さん、スマホ閉じて、はい、メダカ屋さんに、メダカ屋さん行って、はい、似たようなのを買うと、はい、それが一番いいですね。まあそれがということは、まあそういう方は結局は失敗、騙されたりとか失敗とかが増えてくると、オークションが衰退してショップはその分良くなりますよね、はい、そうです、売り上げは良くなってくるんじゃないかな、はい、うん、
だからオークションの出品している方はちゃんとしないと結局は自分に跳ね返ってくるんで。そうですね、うん、分かりました。じゃあ、 今日はちょっと早いんですけど終わりたいと思います。また飼っているようなところを知ってるということなので、はい、突撃もしかしたら一緒に、はい、行きましょうか。はい、お願いします。って言いながら私一人で行ったりしてわかんないですけどね、全然一人で行っちゃうんであとですね、うん、今後最後に、はい、今後メダカでどうしたいのか自分で見てそれで楽しんで終わるのか癒されて、それともこれからメダカでこうしたいとかああしたいとか何かありましたら、はい、とりあえずとりあえず品評会で入賞したい。入賞、はい、5席ですね。5席までには5席以内、まあ今年から本格的に始めたんで、はい、まあ今年ぶりかもしれないですけど来年、来年向けてどうにか、まあ、今年大丈夫でしょう、いけるでしょ。いけないですよ、難しいですもん。いけます、いけます、いけます、いけます。取りたいですね、1回ぐらい取って。メダカ男子ですよ。男子、もう男子、ね、男子たるものね、はい、今年いけますよ。じゃあ今年いきます。今年いってください。はい、わかりました。それぐらいの意気込みで行って、はい、来年になるんで、はい、意気込みはもうね、意気込みだけは意気込みで行ってください。はい、意気込みで。これはもうね、はい、メダカ界を変えるつもりで。変えるんですか。はい、メダカ界。どういうふうに、まあ、金魚界に変えちゃうんですかメダカから。メダカ界に新しい風を。新しい風を。はい、メダカ男子。そうですね、メダカ男子で。メダカ男子で。はい、メダカ男子、あと、うん、一代、初代メダカ男子も含めて。はい。いい風を、はい、送ってきます。送って。送風機みたいです。送風機みたい。まあそういうことで、はい、じゃあ今日はありがとうございました。メダカ族ドエシタピヨヨン。